はい、こんにちは、ズノーです。本日、ね、モンスターパワーアップ実施、誕生日ですね。で、えー、日野慎介さんと中村エイトさんがお誕生日で見たいですね。で、えっと、これを、の対象で、えっと、マシンのはマシン、覚醒マシンのは頂点性ネフティス。で、バルディン、バルボアドットバルボアが究極進化、ってか進化、強化もらいました。ちょっと見ていこうか。で、あの、6時からですね、あれ,あれが始まるんだ。 あのエディットモードコンテストダンジョンが始まるんで、まあ、もしよかったらまあその動画も出すんで、まあ、チャンネル登録とかよろしく、まあんまりこういう促すのも良くないかもしんないけどでネフティスでこの武器結構強いわこのネフティスネフティスってさあれなんだよね星5キャラっていうか神様シリーズ神様シリーズの、まあ、い,いわゆるゴッドフェスとか出てくるハズレ枠 なんですけど、まあなかなかいい武器強化入ってる。すごいいいですね、これ。神タイプ付与で、コンボドロップ、レッツ,レッツ,レッツで、ドラゴンキラー。なかなか強いね、これ。まあ無課金武器っていうか、まあ、外れ湧武器にしてはかなり強いかな。2ターンダメージ効果貫通で、ヒーヤミ火力熟骨生成。まあ10ターンで打てる無効貫通スキルだし、まあ使いどころは結構多様性あるなって感じはする。で、これですね。マシンノア。このマシンノアが、 全盤面花火の武器来ましたアシストできる水花火が出てきたんでちょっとこれやばいねこれはなかなか使われそう本当に周回ですね水の周回まあ今は水の周回ってさ雫がもう 時代が終わった感じが。今でも俺結構しずく使ってるんだけど、まあ最近はもうあんまりツイッターとか YouTube とかでもあんまり雫を使ってる人はあんまり見ないけど、まこれが出たことによって、ま割りかし、属性吸収も無効化して、周回性能の高いスキル持ってる武器なのかなと思ってる50。50倍以上強化2つ持ちも、ま軽く増しましていいなと思ってる。これは強い。これはマジで強い。で、バレディ。 マルディのブレセット、スキブ無効貫通。で、HP 強化。まあ、マシンタイプもあって、いいね。4ターン遅延か。スキブの4ターン遅延。まあ、実質5ターン遅延みたいな感じかな。4ターン遅延は結構16ターンで打ってる、まあ。結構短め。短めっちゃ短めで4ターン遅延っていう。まあ、遅らせれるんで、まあ、かなり優秀ですね。4ターン遅延って言うと、戦国あのテ。テニスの、テニプリコラボとかの戦国とかもいい。まあ、結構使われてるし。これもまあ、使われるだろうな。 で、バレボアがね、めっちゃ強いと思った。この武器、この武器というか、このバレボアってさ、結構入手難易度低かったっていうか、あの、フェスゲンとか、こういう星6フェスゲンとかじゃなくて、昔のフェスゲン、昔のフェスゲンだった、過去形ね、星5フェスゲンっていう、まあ、くくりであったんだけど、今はもう、う普通のガチャから出るのか。 で、このバルボアの武器貴族性のバルボアの武器ってめっちゃ強えチーム HP3 つ持ちでさらに HP 強化プラスも何ならいいねでマシンタイプ表で8ターンで打てる消さない覚醒全開のダメージ半減うんなかなかこれ8ターンで打てるスキルにしては相当強くない、まあ、8ターンで2ターン半減で、まあ、このチーム HP3 つ持ちっていうところがやっぱり 重宝されるっていうかアマコズミとかアマージュとかと似たような感覚で使えるかなっていう感じスキルとしても優秀だからこれは取っておいた方がいいかも一体取っておいてもいいなって感じがするでマシンのはあのスノ,ーカスノーキャラねが強化されました50%以上強化4つ持ちスキブプラス倍の耐性超消しで17ターンで水ドロップ花火水花火のマルチプレイでこれあれか ま、マルチだというのかなまあ、これはサブかなサブで使うかなまあ、サブで使えるだろうし、ま、下し、2個持ちにできたりするんで、まあ、これは、ま、全盤面花火、全ドロップ水花火の水場周回においてはすごい最強な気がする。で、究極進化後のマシンのは、まあ、こっちもなかなかいいな。50%以下で長下し、長下し、2個持ちできるし。で、15ターンちょっと、 2ターン縮まってデ,バデメリットあるんで HP50 パー減って1000倍敵一体に攻撃力かける1000倍の水,水属性攻撃で水花火、まあ、これも15ターンで打てるので、まあ、15ターンで打てる水花火で使うのかな、まあ、ブレスとしても使えるかなんかそうねなんか簡単な周回のブレスとかにも使えそうな感じがしてすごく強くなったでネフティス 4ターンで打てる自分と闇が、えー、自分と闇がこうや2倍かで再下段を横や1列闇に変化でリーダースキルも変わってるけどリーダースキルは60%軽減軽減あるけどそんなに使わない気がするこのなんだこれ5ターンから5ターンから4ターンに変わったのと1.5倍から2倍になったのかこれいいねで普通に4ターンで打てるのは4ターンで打てる軽いエンハンス として使うのかなっていう感じはまあするか。で、超下手二つ星にできるし。これはまあなかなかいいね。まあでも超下手と向こう関節の共存してるんで、まあ軽く出すのは難しいかも。で、バルディン。バルディン。こっちのバルディンか。天性進化の方かな。で、こっちは超下手とか入ってるけど、まあこっちはどうなんだ。まあスキルが結構強スキルの感じはすごいするけど。で、ヒやみ60%軽減。全パラ1.5。あ、全パラ1.560%軽減か。 ななかなかまあ強いんだろうけど、超下詩二つ持ちっていうところで、まあ、やっぱり、非属性、ヒパの超下詩二つ持ちって言ったら、もう、めっちゃいるから、<laughs> めちゃくちゃいるからね、リファイブとか、超天性芝とか、もうめっちゃ上げ出したらきない、ウルトラマンレオとか、めっちゃいるんで、そこのパーティーに入ってくるかなっていう感じはする。ドラゴンだし、あそっか、ドラゴンだから、リファイブの集会パーティーに入れそうな予感はする。で、バレディー、究極性、極性か、極性のバレディンね。 こっちはまあ普通に全パラ非属性全パラ2倍3コンボ以上で攻撃力上昇最大15倍非闇の同時攻撃でダメージは半減2コンボ加算うんまあ全パラ2倍半減だけどまあこのスキルとしてはつリーダースキルとしては使わないかも4ターンで打てるのか7ターンだったのが4ターンになった4ターンで打てるまあエンハンスか4倍エンハンスドラゴンとマシンだけど属性エンハンスじゃないんでそんなに使い勝手は悪いかもしれないけど まあ結構火と闇を生成する。で、これが十強とかつけて、まあ、まあ、いっか。まあ、こっちは極性はあんま使わんかもな。で、バレボーはこっちもし評価入ったんだ。全パラさんって初めて参考パカさん。で、この木とは、この子は、長下詞二つ持ちになったんか。まあ、貴属性で長下詞二つ持ちは正直、 ん今のところあんまりかなっていう。正直な感想あんまりかなっていう。まあ、でも回復取る曲とか持ってて、バインド回復とか持ってるし、まあ、ケス内回復とかつけれるし潜在でいいのかなと思ってる。で、こっちのバルボ,バルボアも強化。あこっち強いじゃん。<laughs> こっち副属性ない方強い。10四4つ持ちとか、10曲複合鑑とかできるし、サブにおいてはすごい優秀かな。6ターンで打てるダメージ半減。あこれってさ、何体か入れたらループするのか。 で、3体いたらループ違う違うか。で、まあ、10強四つ持ちにできるし、まあ、かなり、まあ、火力は高いなっていう感じ。まあ攻撃力は低いか。攻撃力はさすがに低いけど、まあ10強四つ持ちで補えてるんで、まあいいのかな。で、ドット。ドットは8ターンでダメージ吸収無効化とダメージ半減と敵のポック0。で、まあリーダースキルはつかない。まあ、このドットバルボアは多分、バランスキラー。 4つ持ちとかにして、ランダンで,で使うかな、まあ、ランダンとかで1コンボ杯ね。キラーモリモリの1コンボ杯で使うのかなっては思ってる。ランダンの話をしてたら、ランダン来ました。11月28日からランダンが来ますね。まあ、これ、固定チームか。あ、固定チームなんだ。 いや、嬉しいんだけど。<laughs> 正直ね、俺、結構課金、全く課金しなくて、全然課金しないんですけど、あのー、だからキャラとかあんま持ってない、持ってない時あるんだ。普通に、このキャラいると王冠とかよく見るじゃんか、YouTube で。そういうの組めない時あるんで、固こ定こ嬉しい。よし。まあ、これでいいかな。終わりましょう。で、まあ、297プロジェクトも、まあ、ありますよっていう。まあ、終わろうか。よし。もしよければ、チャンネル登録、高評価になります。しいね。